こんにちは、すのこです。さあ今回はですね、メタモン厳選していこうかなと思います。最速で、4V、5V、6V のメタモンをねゲットできる方法を使用して、僕ですね1時間使ってどんなメタモンがゲットできるのか、やっていきたいと思います。やっぱね最低でも 5V を1体手に入れたいのと、あとね、夢特性変わり物をゲットしたいっていうのがありますね。まだね、わからない人のために簡単にだけ説明いたします。まずですね、用意するポケモンは、無限ダイナもしくはザ・マゼンタ、ザ・シアンがいいんじゃないでしょうか。僕はですね、無限ダイナにこだわりメガネを持たせて、同じ技一つしか使えないんですけれども、特殊攻撃率をアップするみたいなやつでやっています。ただね、これね、相手がね、メタモンなんでフェアリーになられると、非常にね、ちょっと大変なことになるので、あんまりおすすめはしないです。ちなみにこだわりメガネはスパイクタウンのジムの右下に落ちてますので、拾ってない方はね、拾ってください。さあそしたらですね、またもう一つ準備することがあって、願いの塊をね少しだけ用意しなければいけません。願いの塊はですね、こっちの穴掘りの兄弟のこっちのスキル持ってる方を何回もですね、やると、3000ワットで願いの塊買えるんですけれども、願いの塊普通に十分に手に入るし、こちらで掘るのがいいんじゃないかなと僕は思いました。橋の間の原っぱに、空を飛ぶで飛んでですね、こちらに移動します。ストーンズ原野に行くにはこっちのね地の橋があるところの方側に行って、メタモンがね出るのはここしかありませんので、注意してくださいね。下準備としてね、野生のメタモンでも捕まえておくといいかもしれません。ちなみに野生のメタモンは激鱗の湖の原っぱの方に、こっそりいるので、そこでねゲットしてください。さあそれではここからなんですけれども、僕が今からやるのはですねちょっと怖いやり方なので、あこれはちょっとできないなっていう方はですね、願いの塊をたくさん準備して穴に投げ込みまくる方法で厳選まずはしてください。さあ僕の方はちょっと願いの塊ねそんなにたくさん用意してないので、こちらでいきます。その前に下準備ですね。話の速さを遅いにします。そしてお任せレポートはしないにしておいてください。自動でねレポートかけないように。さあいきます。じゃあボタンを押す前にですね、スイッチのボタンでホームボタン、これですね、ホームボタンを押せるようにいつでもしておいてください。さあ、ホームボタンね押すポイントは、願いの塊を投げ込みレポートをしますかで、はいにした後に押してください。はいにした瞬間に押すと、今ですねもう一発で、太いのが出ました。で太いのが出なかった時に、X ボタンを押してソフトを終了させる。今はね、でかいの出たのでそのまま行きたいと思います。はいはい。そしたらですね、ここで見て、星4メタモンでしたね。星4メタモンだとね、V の値が 4V 以下、3V 以下かな、 3V とかになってしまうので、これはスルーさせていただきます。でスルーするときなんですけど、結構間違うポイントなんですけど、みんなで挑戦を一回押さないとダメです。みんなの挑戦を一回押す、これローカルなんでね、みんなはいませんので勝手に入ってくることはありません。みんなで挑戦の最中にホームボタンをもう一回押します。はい、ホームボタンを押してここからですね、設定で本体設定、日付の時刻の設定で、インターネットで時間を合わせるをオフにしてくださいね。これデフォルトではオンになってると思います。で時間をですね1日ずらしていきます。みんなを募集してからじゃないとダメですからね。そして戻る。でこの画面では変わってないんですけど、やめた時に、はい、下がね光ったの分かりますよね。下が光って、これでねワットもゲットできます。はい、2000ワットも手に入りつつ、さらにもう一回、はい、今度3になりました。3に変化しましたね。これではまたダメで、これが5になるまで繰り返していきます。もう一回みんなで挑戦を押すのがポイントですからね。さあワット手に入れて、はい来ました、これで一人で挑戦選んでいきます。行ってみましょう。あとアニメはねオフに、アニメはね時間短縮のためにオフにしといた方がいいと思います。ダイマックス砲打ちますね。野生のメタモン入れてるのでリピートボール投げていきます。捕まえたポケモンが捕まえやすくなるやつね。普通のボールでも全然捕まえられると思います。捕獲率は高いんで。
さあ、僕は、もちろん 6V が欲しいですけど、 6V ってねなかなか出ないんで 5V、あとは夢特性の変わり者、このメタモンが欲しいですね。これでねもちろんここ、消えます。さっきね星5メタモンの時に、出た時にね戻ってレポート書いて、でこのメタモンがただの 4V で使えないってなったら、またねリセットして、そこからスタートして、また時間ずらしてっていう風にやれば、メタモンのね、V 値変わっていきますので、それで厳選するっていう感じです。さあ、どうでしょう。いきなり 5V とか 6V 来ないかな。ほい。あー、4V でしたね。普通の 4V。さあ、じゃあ、流れ分かったと思うので、ここからですね、1時間、僕メタモン厳選やってみたいと思います。さあ、どんなメタモンがゲットできるのでしょうか。そうだ、特性見てなかったね。特性見ないとな。あ、特性変わり者、二つとも変わり者じゃん。え特性が、もう二人とも変わり者だったわ。夢特性、こんな出るんだっけ。まあ、とりあえず、5V、もう変わり者出ちゃったんでね。5V メタモン。5V 以上のメタモンを1時間で取れるのか。どれだけ取れるか。もしくは取れないか。取れなくても1時間でやめていきます。さあ、それじゃあね、iPhone のストップウォッチを用意して1時間チャレンジやっていきます。ちょ、太いの出ねえ、マジでやめてよ。1時間1時間スタートなのに足止めがひどい。なんで出ないのね。どうして。もう5分経つんだけど。ねえ。なんで出ないの。あー、来た。来た。ようやく来たよ。よし。ああ、もういきなり星5だわ。じゃあ、ここで、レポート書きます。今度はね、4V ではもう残さずに行きますね。来い。4V。4V だったら、やめます。で、みんなで挑戦をして、みんなで挑戦中に、時間変える。4、残念。来た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 。来い。あー、4V。4V か。おお、連発で来た。これこれ、こうなったらダメなんだわ。僕のこだわりメガネが最悪になる。効果なくなっちゃう。フェアリーですから、相手。ドラゴン技フェアリーでこだわりメガネで変えられませんから。だからね、こだわりメガネ別におすすめはしてないですね。こうじゃなかった時倒すの早いんだけど、これは悪あがきパターンですな。出せる技なくなりました。悪あがきです。悪あがきまでいっちゃいました。時間効率悪。これがちょっと、仲間にフェアリーいたら違う技やった方がいいですね。よし、倒せました。よろしくお願いします。4V メタモン。 5V が出る確率ってね、2つが31分の1って感じで、それが2個を抽選できるから、多分15回に1回は 5V が出ると思うんだけど、お願いします。お願いしまーす。ダメでした。頼む頼む、来てくれ。5V 来てくれ。 4V。 もうクリスマスイブになっちゃったんだけど。ねえ、クリスマスだよ、メタモン。よし、クリスマスメタモン、ちょ、クリスマスメタモンで 5V 狙うぜ。はいはい。あ、くそ、 4V でした。うわ、星5全然出なくなった。来い。ダメかも。ダメかも。
大晦日なんだけども、もう大晦日来ちゃったんだけど、大晦日メタモン星さんだった。新年明けましておめでとうポケメタモン、明けましてお、メタモン、明けましておメタモン、どうだ声来た明けましておメタモンはどうかな、お願いします。お参りしよ、ご無意上ご無意上ご無意上、明けましておめたもん、あはは、ダメだ、 4V でした、くそー、ねえすげえ大変じゃん厳選、え、もう誕生日なんだけど僕の誕生日おめたもんどうかな、僕の誕生日なんですが1月4日お願いします。星4でした、残念。よし来た星5、あ1時間中これラストだね、1時間縛りでは1時間縛りこれラストなんですけど、さあメタモンどうかな、1時間の集大成見せてやるぜメタモン、さあ声、1時間目の星5ベタモンどうでしょうか、頼むぜ、1時間頑張ったんだ僕は、せめて 5V はゲットしなければ、頼むぜ最後にかける、さあ絶対 5V だぞ、絶対だぞ、行くぞ